人は漠然とした不安を抱いているとき、精神的な安定を何かに求めます。ある人にとってはそれが家族や恋人であり、またある人にとっては酒やギャンブルなど、どんな方法であれ、人に迷惑をかけずにストレスを発散できたり、自分が自分でいれるような環境があれば良いのですが、昨今のような不安定な情勢では、偏った思想や極端な宗教的考え、スピリチュアルな思考に傾倒していくケースも数多くあります。そのすべてを否定するわけではありませんが、その人が持つ不安を煽り、誤った行動に導くものや、過激な思想を抱えているものも少なからず存在しているのは間違いなく、今回紹介するのは、まだ情報が未確定ではあるものの、そのような要素が感じられる事件についてです。あなたがもし今大きな不安を抱えており、寄りかかる何かを求めているのであれば、その寄りかかるものが果たして適切なものなのか、今一度考えてみてください。悲劇的な結末を迎える前に。千葉県市川市女性遺体事件。2023年6月28日11時頃、ある女性が親族に引き連れられ、千葉市内の交番へと出頭しました。職業不詳の新香織容疑者45歳。同行した親族は、彼女が母親を絞め殺したと言っていると証言し、すぐに警察官が現場へと駆けつけます。同日11時47分頃、警察官が千葉県市川市内にある新容疑者が住むマンションへ駆けつけたところ、その部屋の浴槽内にて大量の白いビニール袋を発見します。その中には年齢や性別の判別がつかないほどにバラバラにされた人間の破片が入っていました。これを受け千葉県警捜査一課は死体損壊、死体遺棄の疑いで新容疑者を逮捕します。その後警察の取り調べに対し新容疑者は寝ている間に母の首を絞めて殺した、遺体は浴室へ運び包丁を使い切断したと供述、そしてさらに遺体の一部を食べた、残りは後で食べるつもりだったと話します。その後の司法解剖の結果、被害者の身元、そして死因ともに、新容疑者の証言と一致していることが判明し、バラバラにされた遺体からは、食道や膀胱、その他内臓の一部がなくなっていることも分かりました。殺害の動機について新容疑者は、霊媒師になるために修行へ行く必要があったが、母がいると修行に行けないので殺す必要があったと話しています。2023年7月13日現在、彼女の霊媒師になるための修行という発言から、何かしらの宗教的要素が絡んだ事件ではないかと推察されますが、明確な証言が出ていないため、その真相解明が待たれているという状況です。自身の母親を殺害しバラバラにした後、遺体の一部を食べたという衝撃的な内容ですが、一体その引き金は何だったのでしょうか。事件の背景、そして新容疑者の生い立ちについて触れていきます。逮捕当時職業不詳とされた新容疑者ですが、以前は都内のスポーツジムでインストラクターとして5年間働いていました。その時に親しくしていたという同僚の A さんが週刊誌にて新容疑者の人物像についてこのように語っています。母親の介護が大変だと言っていた。炊事洗濯を含め家事は全て彼女が一人でこなしていた。また彼女はとても感受性が強く、私の結婚生活や夫の愚痴を話すとその苦労を感じ取り涙を流して話を聞いてくれたこともあった。精神的に疲れている様子だった。当時から母親と二人で暮らしていた新容疑者ですが、 A さんに対しこのような弱音をこぼしていたといいます。もう嫌だ、お母さんが子供みたいにわがままになっている。しかしそんな状況でも新容疑者が母親を見放すことはありませんでした。これはお母さんの脳トレにいいかもしれない、そう言って筆ペンを購入したという、そんな彼女の優しい一面があったことも A さんの口から語られています。 A さんの証言をまとめると、精神的に疲弊していた新容疑者の姿と誰にも頼ることのできない閉塞感、そしてどうにか状況を打破しようと必死にもがいている新容疑者という様子が伺えました。また A さんは彼女の食生活にも言及しています。A さんによると、彼女は数年前からペスカタリアンに転向していたといいます。
さらにスピリチュアルについても、事件の3ヶ月前にあたる2023年の3月末頃に占いや霊視の勉強会に行っていると話していたようで、その際新容疑者はまだまだ勉強が足りないから、次回は質問できるようにもっと勉強しないとと話していたそうで、熱心に取り組んでいる様子でした。つまりこれまでの情報から推測できるのは、新容疑者は事件の3ヶ月前頃からスピリチュアルに傾倒し、その修行に行くために母親を殺したということです。しかし A さんは事件の内容の中で一つだけ納得いっていないと言います。それは彼女が遺体を食べたことについてです。先に触れた通り、彼女は以前からペスカタリアンになっており、その熱心でまっすぐな性格もあり、これまでの信条に反し肉を食べたことに違和感があるということです。そしてもしそれが真実だった場合、本件の犯行自体が誰かから悪い洗脳を受けた結果としか思えないと A さんは語っています。熱心でまっすぐ、そして優しい一面もあった新しい容疑者、一体彼女に何があったのか。事件発生の直前、彼女にはある変化が起こっていました。彼女の変化、それは SNS で判明しました。2023年以前の彼女の最後の投稿は2022年9月21日、ズンバとヨガのインストラクターとして活動していた頃のイベント風景が投稿されているのですが、それ以降は投稿がありませんでした。しかし2023年6月23日、本件発覚の5日前となるこの日、彼女の SNS にある投稿がされます。その内容は神人と名乗る人物が書いた書籍の投稿をシェアしているもので、さらに本件の3日前にもこの人物の投稿をシェアしています。またその翌日には神人氏の投稿に対し、おはようございます、本日もご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げますとコメント。神人と名乗る人物はシャーマンを辞任しており、彼女はこの人物スピリチュアル団体に傾倒しトップファンになっていました。ただし一点ここで明確にしておきたいのは、このスピリチュアル団体の教えは決して他人に危害を加えることを推奨するものではなく、そのため新容疑者が神人氏の教えや他のスピリチュアルの要素を独自に解釈した結果、事件を起こし、そして遺体を食したと想定されます。しかしながらこの神人、霊媒師になりたかった新容疑者、そして食べられた遺体につながりはあったのでしょうか。残念ながら現段階ではその因果関係は不明ですが、新容疑者は母親の介護によって霊媒師になるための修行に行けなかったために殺害したと供述していることから、母親を殺害することが直接的に霊媒師になることとは関係していないと言えます。その一方、遺体を食したことに関しては、遺体の残りも後で食べるつもりだったと述べていることから、遺体を食べるということに何らかの意味があったのではないかと推察されています。そして彼女が食した部位が臓器や食道、膀胱だったということも何かしらの意味があったのでしょうか。死者の魂や力を受け継ぐという儀式的な一面も持つカニバリズム、霊媒師になるために必要な過程と捉えていた可能性も否定できません。本件は新容疑者が凶行に至るまでの動機や遺体を食べた理由について未だ明確な証言が得られていないことから、彼女をよく知る A さんの証言から事件の背景について考察してきました。誰にも頼ることのできない半介護生活で心をすり減らしてしまった先に、スピリチュアルと出会い偏った思考に傾倒していった姿が想像されます。そしてこのようなことは新容疑者に限らず、私たちの誰もがそうなる可能性をはらんでいると言えます。情勢が不安定な今、そして SNS が発達している現代、様々な人の考え、言葉、意見に触れることがありますが、自分自身にとって何が一番大切なものなのか、それを見失わずに生きていくことが大切だと考えます。本件に関しては、一刻も早い真相解明を願うばかりです。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。